皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。モデルプレス2024年10月13日、グローバルボーイズグループ、JO1、JO1 が13日、埼玉スーパーアリーナにて開催された韓国の有名音楽番組、SBS 人気歌謡によるライブイベント、SBSINKIGAYO ライブイン東京に出演した。 写真、上腕メンバー、レッドヘアに大胆チェンジ、上腕、アイシー、初披露、ストリートライクな衣装で登場した上腕は新曲、ホエアードゥ・ウィーゴーからスタート。続いて前日に公式 YouTube にてパフォーマンスビデオがアップされたばかりの、アイシーを初披露し、ファンからは大きなざわめきと歓声が上がった。自己紹介では、金城壁会が会場を見渡しながら、 僕のために集まったと言っても過言ではないと言い放ちメンバーたちは「過言です」「笑」とすかさずツッコミ「過言じゃない」と言わせられるように頑張りますと意気込んだ一方バンダナを巻いたヘアスタイルだった木又翔也は「今日はパン屋スタイル」「木又翔也です」と挨拶「鮮やかなイエローグリーンヘアの川尻蓮に加え川西匠はカーリーな金髪のプードルヘア」 佐藤慶吾はハーフアップなど個性豊かなビジュアルにも注目が集まった。上位1、自信あふれるポーズ、伝授 MC では豆原一生が自信あふれるポーズを伝授したいと思います。と言い、3チームに分かれて渾身のポーズをお披露目。日頃から鍛え上げていることでも知られている与那城賞、河野純喜、佐藤。 近所の4人はジャケットを脱ぐなど自身の筋肉を見せて盛り上げた。MC を終えると、ラブシーカーをパワフルに見せ、最後はレモンキャンディ。11人がステージ上で散らばり、客席とコミュニケーションを取りながら盛り上げた。SBSINKIGAYOLIVE INTOKYO2 回目の開催、SBSINKIGAYOLIVE INTOKYO は、 韓国を代表する人気音楽番組 SBS 人気歌謡の公開収録イベントで2023年のアリアケアリーナでの初開催に続き日本で開催されるのは2回目世界中で注目を集めるアーティストが登場し当日の模様は収録され韓国でオンエアされる Day2 にはヘッドライナーの z e r o b a s e o n e 0ベースワン のほか、TAEMIN、テミン、ザ、e ・ボーイズ、ド・ボイズ、ITZY、イッチ、ジョーワン、チーム、N ・ティーム、NEXZ、e、NEXG が出演した。モデルプレス編集部、ジョーワン、SBSINKIGAYO ライブイン東京、セットリスト M1 ホエアードゥ・ウィーゴー・ M2ICM3 ラブシーカー M4 レモンキャンディ。2, どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。